先生は美佐子さんです。よく見ててよ、ひろこさん。ほら、くるくるっとこう丸めてね。ほら、ほら、ほら、波取りが悪いんだ、この人も。いやー、さすが。感心してないで頑張って覚えましょうね。そうだよ、ほんと。パンの形にした生地は発酵機へ。ふんわり柔らかな米粉パンにする重要な工程です。発酵しすぎるとしぼんでしまうから難しいんです。発酵を経てようやく釜へ。いや、それにしてもこれ金庫みたいな釜だ。いくつも焼けないね、こんなちっちゃい釜じゃ。あ、どういう釜でもパン焼けんだ。200度ぐらいにセットして、うん、プログラムをこう変更して、これで焼いてみようと。なるほど、さすが研究熱心な広谷さんですね。陶芸釜で美味しいパンが焼けるなんて、いや、素晴らしい。焼き上がったのはくるみレーズンパン。香ばしいくるみとレーズンの甘さが絶妙の組み合わせ。こちらはオニオンパン。玉ねぎやピーマンが入ったマヨネーズがアクセントのおかずパンです。優しい甘さの米粉クリームパンはおふくろさんたちがアイデアを出して生まれたパンです。そしてもう一つ、おふくろさんの意見で誕生した人気商品があります。担当は美恵子さんと米子さん。味噌にしますか。え、味噌 なんだ。あ、ピザだ。トマトソースの代わりに味噌ソース。